平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの新グループ000が発表される。岸くん合流前に情報漏えいが、滝沢秀明さんが新たに設立した 2B には、ジャニーズの何人かが合流するのではないかと噂されてきました。 そして、予想通り、三宅健さんが7月2日午後7時にニビーの公式 YouTube チャンネルの生配信にてニビーに所属することを発表しました。さらに、多くのファンが待ち望んでいた元キングプリンスへの平野翔さんと神宮寺ゆ太さんもワイい、大ゆうべでに2に合流したことを発表しました。 ファンの間では、平野さんと陣十字さんの交流に関して様々な憶測が飛び交っていましたが、滝沢さんの事務所 2B で新たなスタートを切ることとなりました。滝沢さんは自身のツイッターで再び生配信の告知を行い、今日は大好きな人を思う人、七夕にかけてファンに再会を匂わせています。滝沢さんはこれまでたくさんの匂わせをしてきました。 トゥービーのホームページの URL に JHK という文字が入っていたことから、神宮寺さん、平野さん、岸さんの合流が確定的であるという憶測が広がりました。しかし、これは 2B アーティストページの URL の最後を JHK にしても、ページが表示されるため、他のアルファベットとドットの組み合わせでも同じページが表示されます。そのため、 この JHK がグループ名ではないかという情報はデマ情報です。しかし、岸さんの合流は濃厚で、元インパクターズ外務部を落として、中尾に合流を発表したこともあり、ありえなくはないグループ名ですね。また、こちらも噂話ですが、二人がまだ名前のついていないファンクラブやグループ名は、岸くんを待っているという考えもあるようです。 平野さんとジンギュウジさんが 2B 合流を発表する y o u へのサムネイル画像には椅子が2つ並んでいました。滝沢さんはさらにインスタグラムでパヌアーツ共和国の火山の3枚の写真の投稿をしています。これらはかつてのカネプリ時代のメンバーカラーである平野さんのシンクとジンギュウジさんのターコイズブルーを混ぜると紫になることからネット上では盛り上がっていました。 また、紫は岸歌さんの面からでもあり、岸さんの合流の匂わせがされています。三宅さんもツイッターを更新し、相思相愛の関係がいつまでも続きますようにという願いを込めて、19時から一緒に配信を見ようと笹の絵文字を添えて投稿していました。配信開始前から150番人が待機していた中、 二人は揃って登場し、平野さんは新たな気持ちで皆さんにご挨拶と報告できることを大変嬉しく思うと述べました。神宮寺さんもこうして素敵な日に皆さんと再会できたことを嬉しく思い、新たな場所で皆様と素敵な景色を見たいと思っておりますので、応援よろしくお願いしますと挨拶しました。 挨拶を終えた二人はお互いの緊張を明かし、神宮寺さんが心拍数が上がっていることを伝える場面もありました。過去に番組でシンプルな心拍数を測る企画があり、神宮寺さんは167の心拍数があったことがあります。逆に、平野さんはこの時は緊張していたそうですが、普段はあまり緊張しないタイプです。 過去に質問箱からわかるように緊張していることがあまり出ません。平野さんは今の気持ちをすごくハッピーだと述べ、新鮮な気持ちでいっぱいです。ファンの皆様にお待たせしました。今後も楽しい時間と空間を作っていこうと思いますとコメントしました。神宮寺さんも同様にファンの皆さんに発表できて一番嬉しいなという気持ちでいっぱいだと述べました。 新たなスタートを切った二人は今後、とにかく楽しくファンの皆さんと一緒にクリエイティブな面でも突き詰めたものを提供し、素敵な時間を作るという目標を語りました。この平野さんと神宮寺さんが2便合流発表の YouTube ライブのリアルタイムの視聴者数は100万人を超え、驚きの数字を叩き出しました。 合流と同時に解説したインスタグラムのフォロワー数は、平野さんが現在350番人、神宮寺さんも200番人を突破しています。二人はファンの笑顔を見たいし、一緒に新たな景色を見たいとの思いを伝えました。エンターテイメントとは何かという質問に対して、見てくださる皆さん笑顔になったり、元気をもらったり、夢を与える存在であると答えました。 明日が来るのが楽しみになるような存在になりたいと述べていました。そして宣言通りインスタを更新したり、インスタで質問コーナーを実施したりとファンを楽しませています。今でも十分ですが、コンサートをすると公表しているので、これからが楽しみです。どうやったら二人に会えますかという質問に、平野さんが住所を行った方がいいですかとボケて、スタッフも爆笑しました。 コンサートをたくさんやりたいし、コンサート以外でも会えるようにと意気込みを語りました。そして、二人は今後も素敵な景色をたくさん見せていきたいと述べています。日本中の皆さんの笑顔と一緒に、世界中の人々にエンターテイメントを発信し、共有したいと考えています。 二人は日本の皆さんと一緒にエンターテイメントを世界中に届け、一緒に素晴らしい景色を楽しんでいきたいと語っていました。二人はこれからもコンサートを行う予定で、新たな土地を訪れたり、ファンと交流する機会を増やしているようです。平野さんは自分自身に対してよく頑張ったと一言述べ、 過去にジャニーズ対処した裏には私たちでは知り得ない壮絶なストーリーがあるのかもしれないと推測されました。平野さんは質問箱からわかるように自分が一番といった発言はありません。将軍をしてると理想が高いって言われるのはなぜだろうと答えていたように自分が自分がという性格ではありません。 そのため、よく頑張ったと平野さんが言うからには相当頑張ったのでしょう。神宮寺さんは自分たちをよく頑張ったと褒めていますが、これからもファンのために素敵な景色を作り出すことに情熱を注いでいるようです。